10分で抜ける作品ですね。これどういう設定で？素人物ですね。雑居ビルのその辺でやるみたいな。オイルマッサージ物です。いや、コテコテプレイ物かもしれない。するなののぞきみちゃん、今日は山岸愛子です。よろしくお願いします。こちらをちょっとよろしいですか。3つ。お、ゆるドラ川柳。ゆるドラ川柳です。お、川柳なので五七五になってて、はいはいはい、5のカードと7のカードがあるんですよ。でそれを掛け合わせて五七五を作って、うん、ゆるドラっぽいものを作れっていうのが、まあ、元のゲームなんですけど、うん、はい、のぞきみちゃんなのでちょっと進化させちゃいました。その名も AV タイトル川柳。おっとという感じですね。ルールは基本一緒です、うん、5、7、5を作っていただくんですけど、 AV タイトルっぽくしてくださいというゲームです。で、ジャンルはいろいろちょっと設定したいなと思ってて。あ、テーマを与えられるわけですね。はい、これを山岸さんだけではなく我々スタッフ、どれが一番お題に対して近かったか、はい、エモかったかっていうのを全員の挙手制で選ぼうと思います。はい、はい、ありがとうございます。これが5のカード、はい、5のカード。これが7の9のカードですね。はい、今全員手札ありますね。で、お題は初めて見る AV。 おお、はい、行ったら俺の兄ちゃんストック5本あるんだけどお前どれ持って帰りたいって言われて、一番これ持って帰りたいですっていうタイトルを作ってください。うわ、むず、はい、じゃあ手札どうぞ。ありがとうございます。どうも。あー、めっちゃむずくないですか。それ男の子優勢すぎる。はい、決まりました。早い早い、ほら早いもん。なんで要請してない。どう人は代表で山岸さん全て読んでいただいて、はい、で、全員でどれが一番このお題に近かったかっていうのを言ってたらしいです。じゃあ読みます。じゃあこの子からいきます。テクニシャン。汗ばむ体いただきます。なんですね。一番最初に見たい AV のタイトルはこれだったってことですね。あ、なかなかいいですね。じゃあ次行きましょう。マジ。じゃあいきます。はい、飽きまへん。そこまでやるか。フルコース。あ、これもまたね。いや、これはこの一本見れば全て分かってる。確かに。彼は次これ。独り占め。私の体はお嬢様。おこれもまたですね。ちょっとお高く止まってるお嬢様の体を独り占めしちゃうってことですね。あ、確かに。あ、そっちかな。いや、コテコテプレイモノかもしれない。はい、はい、朝帰り。お、言い出せなくて愛してる。うわー、ドラマ仕立て。ドラマ仕立て。ちょっと大人ですね。皆さん、はい、お題は、初めて見る AV、はいはい、友達ん家に行ったらうちの兄ちゃん5本ストックあるからお前好きなの持ってっていいぞ、はい、どれだってこと、うん、で、そうですね。で、皆さんもう一回ちゃんと見て選びましょう。大事よ、1本目。うんうん、決めました。もの決めました。うん、はい、決めました。じゃあせーのでいきます。せーの、4。 お、4。 お、 4。 4が3票、2が1ってことは4番が一番いい、一番いい、一番いいに沿った。はい、じゃあもう一回ちょっと4番いくか。はい、飽きまへん、そこまでやるか、フルコース。おめでとうございます。ちなみにこれ誰ですか？
はい、チョコ。確かにね、しかも自分投票しました、俺も自画自賛。どういう意図でこれは最初ですよ。はい、最初でフルコース見れるんですよ。最初から最後まで見たいですもんね。じゃあヤマギさんはどれだったんですか。私のは朝帰り言い出せなくて愛してる。ちょっと1本目にしてはちょっと大人すぎるドラマ。どういう感じでこれ選ばれたんですか。ちょっといい感じの子がいた時に、本当は好きなんですよ、相手のことがすごい好きなんだけど、朝までいたのに愛してるを言い出せなかったっていう話。もう純愛だな。純愛ドラマです。ちなみに山岸さんにも違う意味でプロ、うん、候補。確かに候補はどっちですか。一番です。テクニシャン汗ばむからがいただきます。これも言いましたね。これどういう設定で。これはあのオイルマッサージものです。わかりやすい。もう最初はちゃんとそういうのじゃないんですって言いながらも、こうマッサージされてたらだんだんと良くなってっちゃうっていう。なるほど、なるほど、なるほど。見えるな、絵が見える、絵が見えます、見えます。いただきますっていうテクニシャンの、テクニシャンの気持ちですね。店長ディレクターが、やっぱ僕2番ですね、はい、自分で入れたんですけど、まあまあまあ、あの初めて見るんで独り占めしたいよねとか、なんかちょっとわがままにやるパターンですっていうような感じです。はい、はい、では今回のテーマ、彼女と同棲する男の子なんですけど、当然同棲してるので四六時中彼女がいるので、一人でするっていうことがなかなかできないと。あー、はい。なんで、彼女がお風呂に入っている10分間の間で、これでも速攻抜くぞっていうタイトル。あー、これしかないっしょっていう。やばいやばい。短期決戦はこれっしょっていう。ちょっとむずいなぁ。むずいっすね。でも速攻抜けるやつでしょ。あ、来た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 。はい。それでは、はい、山井さん見てみてください。はい。じゃあ、これから。雑居ビル。あと5秒だけ、二人きり。何が当てられるの。取っちゃった。やばい。あ、ゆうさんの心に響いた。はい、あ、パッチャンってそっちだよ。あ、そっちだ。あ、こっちだ。こっちだったの方で。俺ここで立ってたらやばいやつですよ。びっくりしたもん。はい、じゃあ次、団地妻。ネクタイ緩める口移し。うわーうわーそうですね。汗かきそう。エロいです。人知れず100万ドルの機関銃。おお、怖っ怖っ怖っ。どういう、俺分からんけどこれ作ったの、まあまあちょっと変なやつ。人知れずってダサい。たまらない重なる唇セミダブル。いや、どうなん。どういうこと。なんかむずいっすね。10分で抜ける作品ですね。はいはいはい、行きましょうか。はい、それではせーのでいってみます。はい、せーの、1。うそー。1番が3票。2でしたね。なるほど。ってことでじゃあ1番が10分で抜ける作品、はい、これは、あ、これは私です。おー、設定的にはどんな感じなんですか。あ、これは素人ものですね。素人ものね、こう結構バーが入ってる雑居ビルがあって、でそこでこうなんか飲み会をやって女の子たちの横にいてちょっとなんかちょいちょいやって持ち帰るっていうか、もう雑居ビルのその辺でやるみたいな。いいな。ちなみに実は僕です。あ、なるほど。はい、うん、まあ、やっぱ帰ってきて、はい、そのちょっとネクタイ緩めるところから、うん、はい、じっくり始まっていくタイプのドラマものですよね。そうですね。だから多分あれでしょうね、ビデオで言うとその、はい、自分が好きなシーンを止めとくんでしょうね。
レッスンに向くんでしょうね。あ、なるほどね。イメージとしては。ああ。年齢よ。VHS の話してるでしょ。VHS の話ですよ。ここっていうところで止めといて。福さん、2回連続自分に投票してますね。そうそうそう。すごい。あいつ自信満々だ。自信満々あるんだけどな。じゃあちなみにもう一人男性のスタッフのミッチはどれですか。僕は4番です。たまらない重ね唇セミダブぽいぽい、はい、これでも一番でも意味わかんなかったんですね。これには2つ意味がございます。あ、はい、2つ意味。まず重なる唇2つありますよね。上唇下唇、はい、それとダブルかけてます。まずそもそもっていうことの2つ目です。まあ、ちょっとよくわかんないんで、ね、その2個目はちょっとよくわかんない、はい、じゃあこれもまあ一旦いいですわ、はい、じゃあ候補の3者残るは、はい、これはもう連発です。なるほどなるほどなるほど、ベストみたいな。あ、そう、総集な。あ、中田ちゃんその説明聞いたすごい。ちゃんとあの大ヒットじゃなくて古典ヒット的に売れ続けてる。確かに一定の需要がめちゃくちゃある、はい、ロングセラーやロングセラーやっぱこう違うな。違う、うわ、この次すごいですね。今も読んで投票しないとだ、ね、あー、むずいですね、はい、じゃあ次行きましょう、はい、次のテーマが、はい、あんたバカ？男と女。大丈夫ですか？男性陣いますね。腰が低い。いや、腰が低い。ください。これ。